皆さん明けましておめでとうございます。はい、ということで2020年を迎えましたね。皆さんどんなお正月をお過ごしでしょうか。でね、まあ私たちも今後ね、今年もウームゴルフで、はい、一緒に MC 頑張っていこうということで、はい、トシミのじゃあ抱負とか聞いてもいいですか。いきなり抱負来ました。そうですね、去年ウームゴルフに入って、まあ、もう半年経つんですよね。で、私目標も決まって、で今年はそうですね、目標に向かって全力で、なのでゴルフを全力で頑張りたいと思います。はい、なみきちゃんの抱負は、はい、3年目に突入する。そうですね、うん、3年目に突入するのかな。あ、もうちょっと。そうですね、もうちょっと。はい、で、まあそうですね、今までは、うん、やっぱこうゴルフをとにかく上手くなることの、本当自分のことに必死になってたので、うん、今年はもちろんそのゴルフが上手くなるっていうのもそうなんですけど、こう MC だったりとか、うん、社会人としてとか、うん、まあ、自分のことだけではなく、こう周りにも気遣いとかもできて、いや、もう十分できてるよ。いやいや、そんなことないですよ。自分のことに精一杯なので、はい、まあ、そこをもうちょっと、うん、大人になれるように全体的に頑張っていこうかなって思います。もう十分できてるけどね。いやいや、全然4月1日何してる？私は実家に帰ります。あ、そっか、そっかそっか。え、帰らないですか？実家、ね、近いから。そうですよね。実家近いし、多分お正月はずっとなんかね、おせちをね、とか食べる文化じゃないから、うん、あ、そうなんですね。そうそうそう、だから多分普通にぼーっとしてると思います。あ、でも1月の最初の何日結構ゴルフ場いっぱいって聞きますね。あ、そうなんですね、うん、お正月にみんな打ち始め、打ち納めからの打ち納め、あの打ち始め、多分そんなに期間長くないんだけど。ないんですね。そうなんですね、うん、私お正月ゴルフしたことないかも、うん、まだ。寒いです。寒いですか。今年の打ち始めは決まってるんですか。今年の打ち始めは決まってないので、うん、ウームゴルフの撮影になる可能性があります。私も今のところは決まってないので、もしかしたら撮影になるか。まあでもそれか、やっぱ撮影があるってなった時に、うん、ちょっと打っとかないとっていう気持ちもなるから、うん、練習に行くみたいな。練習が打ち始めになっちゃう気もしなくもない。打ち始めは、あ、そうか。セット打ち始めなんですか。どうなんですかね。打ち始めはゴルフ場じゃないですかね。あ、じゃあ練習場からカウントされない感じですかね。あ、どうなんだろう。一応打ってることは打ってるもんね。難しい。難しい。わかんないので教えてください。でね、うん、まあ、この後ですね、ちょっとウームファミリーも今日、あの今年のね、抱負とか聞いていきたいなと思うので、はい、ちょっと行きましょうか。行きましょうか。行きましょう。行きましょう。じゃあレッツゴー。はい、ということでね、ちょっと着物から着替えて外に出てきました。はい、で今からですね、ちょっとウームファミリーの皆さんにもね、ご挨拶を伺いたいと思います。じゃあ早速入ってきてもらいましょう。はい、どうぞどうぞ、よろしくお願いします。お願いします。あ、すごい、豪華。これ初じゃないですか。初。わー、ありがたい。ありがとうございます。今日はお揃いいただきまして、はい、ということで、ちょっと新年の挨拶を皆様にお一人ずつお伺いしようと思うんですけども、はい、じゃあまず星座プロから。あ、明けましておめでとうございます。2020年もよろしくお願いいたします。トシミンです。あ、ちなみにちゃんだったね。混じってますね。久我さん、お願いします。明けましておめでとうございます。2020年も、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあ次、服部プロ。はい、明けましておめでとうございます。2020年今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、2020年もウームゴルフファミリーとして、そうですね、皆さん撮影とかでもまたご協力いただくと思うんですけども、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。芹沢さん、何回目の1月ですか。60回目です。60回目。何されるんですか。僕、家で寝てると思います。あ、そして明日からは、箱根、駅伝を見ようかな。駅伝を、はい、すごい。毎年恒例なんですか、それ。いや、テレビでね。あ、テレビ見るのが恒例。なるほど。小賀さんは。私はね、やっぱ結婚してちょっと変わりましたね。やっぱり旦那さん側の実家に行くようになったので、そこは変わりましたかね。だから今度
3回目になりますか。おお、はい、ありがとうございます。3回目の、三鷹の実家へ小平家へ行ってきますね。終わりましたね。はい、じゃあ次、ハズリプロは。私は結婚してないので、はい、あのもう変わらず実家、本当の実家へ、はい、実家で、はい、あの家族と過ごしてますね。おお、なるほど、はい。ゴルフこんな感じで2020年も、はい、まあ、やっていくわけなんですけど、はい、なんかやりたい企画とかありますか。今年やりたい企画、チャレンジしたいこととかあります。なんかありますか。僕は特にないんで。あ、ないですか。言っていただければ何でもやりますけど。なるほど、何でも言っていただけるということ。やっぱり並木ちゃんが100を切ること。すいません。トシミが70代でマッチョこと。はい、これが2つがテーマですね。はい、そうですね。泣かないでね、今年は。泣かないで、そうですね。強くなって。前までは泣いてばっかだったので。ほんと。悔しいんだよね。一緒に俺も泣いちゃうからさ、やめて。泣いてくださったんですね。泣いちゃって、かわいそうだよ。嬉し涙だったらいいですね。うん、そうですね。次は嬉し涙で、皆様に。切れそうだもんね。本当ですか。切れそうまで来てる、そうだね。そうやって言っていただけるだけで嬉しいです。ちょっと皆様のお力も借りてね、私も頑張っていきますので、よろしくお願いします。せーの、ウームゴルフ。はい、ということでね、ウームゴルフファミリーの皆さんにもね、ご挨拶していただいたんですけど、初でしたよね。初、ここコースが初、ずっとね、動画で見てたから、うん、ちょっと感動しちゃった。そうですよね、小さいね。改めて思いました ね緊張しましたけども、ちょっといい機会でしたね。そうですね、思ったよりちっちゃいって言われました。あ、そうなんですか。身長が、でも67あるんですけど。そうですよね、やっぱ動画だと大きめに見えるっぽいです。並木さんの隣だからっていうのもあるかもしれない。確かにそれありますね。私思ったよりちっちゃいって言われました。あ、そうなんですね。意外に、まあ、今後なんかね、小賀さんともなんか企画やれたらいいですね。はい、スパルタでちょっとやってます。で、この後ですね、はい、ちょっといろんなプロが今日いらっしゃいますので、はい、こちらのプロの方にお話を伺いたいと思います。はい、お願いします。頑張ってきます。としみんは、私ちょっと他に仕事があるので。そうなんですね。並木さんに、じゃあここからちょっと別行動になっちゃうんですね。はい、またまた後ほど終わったら会いましょう。はい、写真も撮りましょう、ね、撮りましょう。はい、じゃあお互い頑張っていきましょう。あ、開けてて。じゃあ、あとこっち。はい、でね、皆さん、ちょっとね、一つ言い忘れてたことがありました。ね、先ほどウームゴルフファミリーのね、皆さんに挨拶いただいたんですけども、皆さん、新藤さんと中井プロ、この2人もウームゴルフファミリーでして、で、今日はちょっとお仕事の都合上ね、来れなかったのでコメントをいただいております。ということで、そちらの動画の方、皆さん見てください。どうぞ。はい、2020年新年、皆様明けましておめでとうございます。本年もですね、ウームゴルフでどしどし僕も頑張ってやっていきたいと思いますので、皆さんたくさん見て、たくさん笑って、たくさん勉強して、たくさん再生回数増やしてください。本年もどうぞよろしくお願いします。トン、トトトトトトトン、トン、トトトトトトトン、あら、というわけで皆様、新年明けましておめでとうございます。中井岳です。9年中はウームゴルフご愛顧いただき誠にありがとうございます。今年度も、さらにパワーアップして、レッスン、そしてゴルフを楽しいと心から思っていただける動画をしっかりと皆さんにお届けできるように頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。真面目。はい、ということでね、お二人にも挨拶をいただきました。こんな感じでですね、2020年もウームゴルフファミリー、このメンバーで頑張っていきたいと思いますので、皆様今年もよろしくお願いします。はい、ということで、ちょっとね、時間もないので、私もまた仕事に行ってきます。はい、明けましておめでとうございます。ということで、今からこの4人のプロの皆さんにですね、ちょっとお話を伺いたいと思います。じゃあ、一人ずつ、挨拶と自己紹介をお願いします。はい、高津誠乃です。私の抱負は、2勝目を目指して頑張りたいと思います。はい、
ゴルフ上達のコツを一つお願いします。ゴルフ上達のコツは、パター練習をたくさんすることです。皆さん、明けましておめでとうございます。福田遥です。今年の抱負はシードと優勝です。はい、はい、そしてありがとうございます。そうですね、ゴルフの上達のコツは忍耐力、うん、あ、やっぱ大切ですか。やっぱあのミスのスポーツなので、うんうんうん、確かにそうです。ミスしても気にしないで、はい、気持ちよく芝歩きましょう。浅井咲です、今年の抱負は2勝目を上げることと、得点回数10回以上することです。ゴルフ上達のコツは、アプローチパターンをたくさん練習することです。シートを取り戻すというように、スイングのリズムはよく、いいテンポならいいかなと思って。はい、そうですよね。テンポ、リズムテンポよく振ることですね。はい、ありがとうございます。続きまして、このお二人のプロにお話を伺いたいと思います。おめでとうございます。西山ゆかりです。で、今年の抱負をお願いします。はい、今年の抱負はとにかく自分のゴルフをしっかりしたものにすることです。なるほど。はい、もう一度しっかりと自分のゴルフを見つめて、はい、あと肩身を目指していきたいなという思いです。ゴルフ上達のコツは、自分流の突き詰めるというか、人も自分みたいな感じで、自分のスタイルを確立することがいいかなっていう。人に惑わされないみたいな感じですかね。アドバイスは聞くけど、まあ、自分を作り上げる。なるほど、はい、ありがとうございます。お願いします。明けましておめでとうございます。青山香織です。今年の抱負は、昨年ちょっと試合にあまり出れなかった私はやっぱプロに出ることなので、決勝が決勝ができるように頑張ります。私のゴルフ上達のコツは、なんか少しでも1日ゴルフクラブを握ったり、お、まあ、今は握らない日もあるんですけど、はい、結構ジュニアの時からもうなってから、もうこう握らない日はないです。ボール打たなくてもパターを握ったり、なるほど、何かゴルフの感覚を忘れないようにするのはずっとやってました。じゃあ毎日とにかくゴルフに触れた方がいいってことですね。そうです。打たなくても、打たなくてもなんかグリップやったりとか、そういうのはなくならないようにしてました。ありがとうございます。皆さんもぜひやってみてください。せーの、ゴルフ大好き。明けましておめでとうございます。永井香奈です。今年の抱負は、ツアーで2勝目を挙げることです。はい、まあ、そうですね、まあ、1勝目は、初年度に挙げることができたんですけども、そこからちょっと何年か空いてしまっているので、しっかり優勝するという目標をしっかり今年も持って2勝目を挙げたいと思います。ゴルフ上達のコツは、いや、私もこれは聞きたいなって教えてほしいなって思うことなんで、はい、結構難しいんですけど、まあでも、まあ、アマチュアの方は難しいかもしれないと思うんですけど、練習しかないなって思います。なので私も練習頑張るので、皆さんも頑張りましょう。明けましておめでとうございます。アンソンジュです。よろしくお願いします。まあ、2020年は、まあ、2019年ちょっとやっぱり首の怪我で優勝することができなかったんですけど、まあ、一応私にとっては、まあ、30勝の永久シードが、まあ、自分なりには目指していくところだなと思って、まず一応29勝目が達成できるように頑張っていきたいなと思います。まあ、そうですね、まあ、アマチュアさんはやっぱりコースとかでやっぱり向きがちょっとずれたり、なんか右を向いたり左を向いたりとか、結構いろんな方向を向きすぎて、やっぱりボールがまっすぐに飛ばない時が多いんですけど、まあちょっとチェックなんですけど、やっぱりもう自分なりに頑張って、右を向きすぎないような、左向きすぎないような形でやれば少しずつは上手くなると思います。ありがとうございます。皆さんぜひ、ね、参考にしてみてください。せーの、ゴルフ大好き。
皆さん、あ、おるどうぞ、じゃあどうぞ先にどうぞ、はい、はい、はい、僕から言っていいですか。はい、すみません。皆さん、明けましておめでとうございます。上井邦弘です。ウームゴルフ初ですね。そうですね、はい、ありがとうございます。今日はいいこちゃこそ、はい、お時間いただきまして、はい、ということで、じゃあ今年の抱負を。そうですね、昨年はあの成績も良くなかったので、まあ今年は試合も、まあ、前半戦出れますので、とりあえずやっぱり優勝を目指してやりたいですね。ぜひ優勝してください、はい、かわいいガッツポーズちゃん、はい、ゴルフ上達のコツなんかあれば教えていただきたいですけども。まあでも、うん、継続ですか。やっぱりこうゴルフってこう、はい、なんかスポーツいろんな、まあいろいろありますけど、うんうん、やったらやっぱこう上手くなるのが当たり前みたいなのあるじゃないですか。ゴルフってこうなかなかこう上に上がっていかないけど、徐々にしか一回下がってちょっと上がってちょっとってこういうあれだから。それめっちゃ思います。そうですよね。だからこうなかなか、うん、こう落ちた時もとりあえず継続して練習したりとか、うんうんうん、やるしかないんで。じゃあ諦めない心を持って。そうですね、とにかく練習に励む。ラウンドもそうですよね。諦めたらチャンスもあるかもしれないんで。確かに、そのチャンスさえね、はい、失ってしまったらもったいないですもんね。そうなんですよ。なるほど。継続っていうのは大事だと思います。はい、ありがとうございます。はい、継続皆さんもしていきましょう僕もやります、はい、いけましておめでとうございます。吉田優里です。去年はね、初プロテスト合格、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。まだね、ちょっとプロになられたことで、はい、ちょっといろいろ言いにくいかと思うんですけども、まず今年の抱負をお願いいたします。今年の抱負はシード権を目標に、あの上位争いを続けていけられたらいいなと思います。ぜひ頑張ってください。ゴルフ上達のコツが何かあれば教えていただきたいんですけども。そうですね、それこそ例えばこうプロテスト合格した時とかに、はい、なんか手応えとかあったんですか。ここが違ったから合格できたとか。なんかやっぱり一番はもう緊張していて、うん、メンタルの面がすごく疲れてしまっていたことがあったんですけど、うん、でもやっぱりアプローチがうまく寄せられていたので、ボギーをなかなか打たないゴルフができたのかなと思う点で、私はアプローチを練習することをお勧めします。なるほど、はい、実際にどういうなんか練習とかされてたんですか。私はそのナショナルチームの時に海外でやってた技をもあるし、あの日本で練習している技を組み込みながら組み立てていくのが得意です。今回ね、ウームゴルフ初です。 YouTube の撮影初だと思うんですけど、はい、ウームゴルフってご存知ですか。もちろん知っています。はい、まあ、本当ですか。見ていただいていいですか。はい、見てます。うわ、嬉しい。ありがとうございます、はい、こう見えて19歳っていう。19です。私よりも若いんですけどちょっと習うのがね、ちょっと恥ずかしいんですけどね、はい、これから頑張ってください。ありがとうございます。期待の新人だと思うので。はい、ありがとうございます。せーの、ゴルフ大好き。はい、ということでですね、いろんなプロにね、ご挨拶をいただきました。今年こそは優勝してほしいプロもたくさんいましたので、皆さんでね、一緒に応援していければなと思います。でね、まあ、明日からもね、どんどん動画が上がってきます。まあお正月っていうのもあるので、ちょっと特別なね、動画もご用意してますので、皆さんテレビではなく YouTube をぜひご覧ください。ウームゴルフですよ、ウームゴルフ。ウームゴルフをぜひご覧ください。そしてね、今年もウームゴルフもっともっと大きくなるようにですね、頑張ってまいりますので、皆様今年もどうぞよろしくお願いいたします。ミッキーだよ。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。皆さんぜひ見てください。